はい、では続きをやりたいと思います。ドミナントの役割とサークルオブフィフス、ドミナントモーションですね、それは先ほどのレクチャーでやりましたので、これをもうしっかりと皆さん覚えていただければと思います。でセカンダリードミナント、どこにどういうふうに入るんだろうっていうことですよね。それをまず説明したいと思います。そこに、今度はセカンダリードミナント、これが入ることによって、さっき言った不安定安定不安定安定のがどんどん曲の中に増えていくわけですね。それで、そのことによって曲の景色とかコントラストとかどんどん風景が変わりやすく、逆に言うと変えることができるんですね。なのでどこにどういうセカンダリードミナントが入るのか、まずこの